はい、こんにちは、ラーメン大好き、伊佐尾小学校徒歩3分の伊豆前不動産の田辺です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はぞよぞよのお話です。親御さんから、金銭をいただくとき、毎年110万円までなら、基礎控除がありますので、基本的に無税となっております。ただ住宅を購入する際、少なからず援助をいただけるご家庭もあるかと思います。その場合、一体いくらまでなら、贈与税がかからないのかということですが、一般的な普通の住宅であれば700万円までとなっております。ただ断熱性と断熱性あるいは、耐震性、そして3つ目バリアフリー、簡単に言ってしまえばバリアフリー、この3ついずれかに、国交省が定める基準がありまして、そちらに適合させれば、1200万円まで住宅取得に関わる資金として、贈与税が免除されます。詳細な基準についてはまた改めて、ご報告させていただきますが、この一般的な住宅であれば700万円で、もう一つのその耐震、断熱、バリアフリー、もうこのいずれかを適合させれば、1200万円となります。で、このうち断熱、おそらく、断熱、耐震もそうですね、バリアフリーはやや、いろいろあるので、断熱、耐震、これも適合させれば、500万円もアップしますので、非課税枠が。そもそも親御さんがその1200万円まで援助してくれるかどうかという問題もありますが、そこは1200万円いただけると、希望して、よく確認する必要はありますけど、ただ、この500万円の差ですね、この非常にでかくて、断熱耐震を、その基準に適合させるのに、必要な経費として500万円かかりません。ですので、非常に、メリットがあると思っております。特に断熱においては、日常、言ってしまえば真夏であったり冬、365日とは言いませんが、ほぼほぼ、かなりの角度で、効果が現れてきます。耐震についてはそれこそいざとなった時、いざという時、役に立つかどうかわからないしけど、備えておきたいという場合のみですが、断熱は非常に効果が高いので、ぜひぜひ検討いただければと思います。贈与税の、非課税有無に関わらず、断熱は、非常に快適な住まいになります。今後2020年にはゼッチゼロエネルギー住宅、100% となっておりますことですし、断熱の、基準はよく見直してみてください。新築の建売住宅であれば、ちょっと厳しいですが、これから、家を建てようというときは、断熱について、ご担当の営業者、工務店、ハウスメーカーにお尋ねください。以上です。今日もありがとうございました。失礼いたします。